はいどうもカッパ委員長ですそれとじゃあこの動画ではね、えー、いわゆるこの老害パヨクって言われるう、まあ、そういうカテゴリーに属する人のなんていうんだろうこういう様子たまにニュースで見ますけどねあんまり僕動画でこのテーマでこのね,ねニュースとして取り上げたことはそんなに頻度としてはそんなにないと思いますけどもまあ今日たまたまねこれはちょっと目に余るというかねまあいわゆるおまゆ案件でもあるし 何ですかね、あもちろんあの念のため、ね、あの誤解のないようにお願いしますけどもこの高齢者の方全員まとめてなんか、ね、この片付けようとしてるとかそういう意図は全くないですからね、まあ、中にはなんかこの、なんかんしゃくを起こす、ねうん、電車とかバスとかさ なんかこの公共の場で周りに他の人がいろたくさんどうだろうあなたは普段この移動に電車とかバスとか使われる方ですかね僕も会社勤めの頃、ねえー、片道2時間半かけて会社,か会社と家をこの通っている時なんかはたまにやっぱりこういう、ね、公共の場、まあ、お店とかでもいいですよ、ね、電車とかバスとか,あなんかこの不特定多数の人間がさ、ね、行き交う場所 でそこでなんかギャン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 このわめき散らしている、ね、このじいさんばあさん、まあ、確かにたまに見ましたうんなんだこいつって思ってましたけどもで今回はね、まあ、高齢の男性が電車で赤ちゃん泣いているでそれを見てぶち切れたとで親にねに子供のしつけもできない親人間失格だなんか大暴れして でまあ、見かねたの周りの,、ね、このなんか勇気ある青年が、ねえー、静止するんですけども、ね、こ,んなこんな甘やかすから日本がだめになるんだと言って、まあ、結局結、この人なんか駅員に引き渡されてそのまま警察に、ね、このなんか突き出されたらしいんですけどもどう思いますかね、えー、とポイントは、まあ、あのやっぱりこの赤ちゃん、ね、お母さんがまあ赤ちゃん連れて、えー、電車に乗ってました。 赤ちゃんなんでね、ね何をきっかけにこう、うえーってこう、なんむずがってほら、なんか、泣くじゃないですか。あ変な話、昔から泣くのが仕事みたいな、泣くのと寝るのが仕事みたいな。ねうん、動物のこの赤ちゃんってみんなそんなような感じでしょ人間だって例外じゃないじゃないですか。うん、だけども、ねえー、それは甘え,甘えだと、甘やかしてると。うん まあこれ受け取り方、人それぞれいろいろあっていいと思いますよ。うん、僕は完全にこの老害パク、うグ、ん、お前が降りろよっていう、そっち側ですかね。うん、例えばね、えー、じゃなくて、えーまあ、一部この、なんかね、この勃起で振り回して、なんかこの間に仲裁に入った人の,この殴りつけに行ったとかっていう、そういう動きも取ってたらしくてね、ちょっと常軌を逸していると。うん ただ、このなんか電車とかバスとかね、えーまあ、赤ちゃんが、ね、泣き声を上げている、まあ、確かにうるさいはうるさいと思います、うんね、その移動期間中に、えー、なんか寝るもうそれぐらいしかもう休憩っていう休憩がないんだっていう状況の人にとっちゃねカチンと来る人は中にはいるかもしれない。うん まあちょっとね状況がねこれだけだと分かんないんで内容を見ていきましょうかねえー、っとうるさいと黙りなさいと黙りなさいってことは子供に言ったのか、このおじいさんは、えー、高齢男性が電車内で激高する動画まあ今削除されているらしいんですけどまあツイッターでね SNS で拡散されてあーまあ不時を醸しているとまあ、だからこう賛否分かれたんでしょうねうん もともと投稿した人によると、男性は駅員と警察に引き渡されているとで、取材に応じた JR 東日本担当者は、警察呼んだのは間違いない、まあ、実際にこのね、えー、警察に突き出した、引き渡したっていうのは本当らしいんですよね。うん、で黙らせられない親を見ると、ね、腹が立ってならないとあんな、あんたはもう、あんなのは親としても人間としても失格だっていうことを。 まあ多分これ見た感じ、お母さんかな、赤ちゃん、ね、あやしてるの、うん、そこまで言うか、えっ、ー、と、10月下旬の夜だったらしくて、まあ、まあ、とあるこの関東の電車内での出来事だったらしいんですけど、まあ、ぐずり出した息子さんを、あご夫婦か、2人だ、えー、夫婦であやしていたところ、えー、対角線上のこの優先席に座っていた男性が、うるさいよと、黙りなさいと。 杖を叩きつけながらなんかあの叱、ー、り飛ばしてきたんだって杖を叩きつけながら <laughs> それはだめだよなで投稿者一家がドア付近に立っていたで男性との距離感については普通の会話は聞こえませんが怒鳴り声や鳴き声はお互いに聞こえる範囲内だったと思いますとまあ当然この夫婦がね撮影して投稿したわけじゃないですからね で、まあ、その赤ちゃんが、ね、断続的に泣いたり泣き止んだりを繰り返していて、ね、注意された際は、一息分3分から4分間程度連続で、まあ、ぐずっていたと。で、抱っこもおもちゃも拒否されて、ね、少し手こずっていましたと。まあ、そういうかんを起こす時ありますよね。うん、で、えー、ドンっていう大きな音と怒鳴り声が聞こえ、内容から、まあ、赤ちゃんに向けての言葉だと。 でえーまあ、振り返ってその音騒,いだ騒ぎの方を見たら、まあ、高齢者が苛だった様子で、えー、杖を、まあ、赤ちゃんに向けてじゃなくて床に叩きつけていたんだってでその後、男性は近くに座っていた別の人物に、ね、まあ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 ってで今度その間に入った人に怒りの矛先が変わったんだってあんたみたいに甘やかすのがいるから日本がダメになると <laughs> で、えーまあ、投稿者の、えー ん投稿者も夫婦だったのか。あ夫が止めに入るとおとなしくなったと。だからまあ、女性とか子供にはあの強く出るっていう、か要は弱い者いじめの、なんかこのパヨったやつによくいるパターンだよね。ねうん、で、えー、まあなんか、あ夫が謝罪すると、俺は大丈夫だけどさ、と一度は落ち着いたと。 でその後、またあー赤ちゃんが泣き止んだけど、えー、夫婦や注意された人物をに、ね、睨み続けていたと。で、周囲にいた複数の乗客が、うん、男性に代わる代わる注意をしていたが、そのたびに黙らせられない親を見ると腹が立ってならない、あんなのは親としても人間としても失格だといったこの、まあ、暴言ですよね。20分ぐらい、なんかもうブツ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 わめき散らしていたと。 俺があ、あのー、要はこの会社の上司だったら、えー、お前みたいなやつは窓際に飛ばしてるからな、みたいな。俺らが払った税金でぬくぬく生きてるんだろうが、なんかよく分かんないことをね、<laughs> わめき散らしてたんだってで、えー。で、見かねた投稿者がね、男性の前に立って、まあ、動画で撮ったんで、次の駅で降りてと警告。で、えー、公開してもいいか確認すると、おう、やれよ、どんどんやれよと。うん 誰に口聞いてんだ、このブスみたいな。だから投稿した人、女性だ。で、旦那さんがって言ってたから、そうですよね。うん。で、あんたの方がうるさいと男性に注意した、ね、青年が胸ぐらをつかまれるトラブルもあったと。で、青年はごめんね、僕怖かったよねって、ね、この赤ちゃんにこの優しく声をかけてくれてっていうことだ、なんかそういう出来事があったんだってさ、どう思いますかね。うん。例えば、そうだな、まあ僕も見たことありますけども、 まあこ,の方この赤ちゃんとねこのお父さん、お母さんはさ、何とかしてこのね周りの人に迷惑かかんないように、最悪ねタクシーで行けば、あるいは車で行けば、でもこの公共交通機関使わなきゃ、使う場合だってねあると思いますし、小さい子連れてたら、電車に乗ったらだめとか、バスに乗るのがだめとかっていうわけじゃないじゃないですか。ね、うん でね、じゃあ例えば、あまあこのご夫婦はあと周りの人たちは、まあ、なんとかして赤ちゃんをあやそうとしていた、うん、例えば、これがねなんかこのお父さんもお母さんもスマホとにらめっこして、ね、子供がなもが泣きまめいてんのもなんかほったらかしでしかもなんか抱っこもせずその辺横に置いといてとかさあとはまあ赤ちゃんじゃないにしても僕これけなんだろう昔ちょいちょい見たけどこの電車の中でなんかこの、ね、アホみたいに追っかけっこしたりとかさ。うん ね、空いてるからっつって向かこのなんていうの合わせの席で分かれてさ座ってさなんかこのなんかジャンプしたりさなんかふざけてこのアホみたいなこの騒いで遊び回っている跳回ってあのつり革につかまってブランコみたい、えー、みたいな感じで,でそれを見て、ね、あのお父さんもお母さんも、ね、スマホとにらめっこで注意もしないみたいなそんなんだったらこのおじいさんが怒、ね、鳴りつけても、ね、当たり前だとは思いますけども今回の場合は違うかなと思いますかね うん、そりゃ警察に突き出されても仕方ないですよねしかも暴力も振るってますしね、うん、まあ高齢者だからっていうのがどこまで当てはまるのか分かりませんけども、うん、あなただったらこういう場合どうしますこういう場面に出くわしたら、うん、ねえそう,そうだそうだねえ、うん、ギャン気が泣きわめく、ね、えこのガキが悪いんだっつって乗っかって あれですか一緒になってやんやんやんややりますかあとこの何て言うのかなその例えばこの大,人大人向けの,このサービスを提供するお店あ風俗店じゃないですよ飲食店でさ、ね、この小学生以下の、ね、小さいお子様をお断りしますみたいなもう最初からなんかお客さんをこの選んでいるそういう施設に、ねえー、こっそり潜り込んでいた。 とかっていうんだったら咎められても仕方がないですよね。うん、ねそれとは逆にこの、ね、この小さいお子さん、ね、この泣いたり、ね、このなんかその辺走り回ったりする、ね、小さいお子さん、ね、ご家族みんなであどうぞ、ね、ご来店くださいって逆にそういうなんかこのはしゃいだり泣いたりっていうのを、ね、そういうもんだってね、そういうもんだっていうことで、えー、ウェルカム、うん、受け入れている、それを前提に受け入れているそういうお店もあるんだからそこ行きゃいいんですよ。うん あと、多分これ、電車、ね、一般のこの電車じゃなくてこの、例えば新幹線の,このグリーンだったらどうなのかとかね、状況によって、あ多分変わってくるのかもしれないです。うん、何にせよ、行、ね、ちゃいけないところに、ね、隠れてこっそり、ね、あるいはこのなんか、うん、注意して何とかしなきゃいけないのに、ほったらかしとか、うん、やんなきゃいけないことは何もやらない、ね、ルールも守ってない。 っってうんだったら咎められて仕方がないですけど今回の場合はなんかそういうわけじゃなくてただねこの何かこの感触を起こしたじいさんがね、うん、ずっと暴れ続けて手に負えないから警察に引き渡されたっていう、うん、これはねむしろなんか僕だったらねそういうなんかもうぶち切れたなんか迷惑なパヨったおっさんがいたらねすいません大きな赤ちゃんが大きな赤ちゃんが 棒振り回して暴れてるんですけど、親御さんいらっしゃいませんかとかってね、このじじいを赤ちゃん扱いにして、うん、恥かかして黙らせるとかね。うんねえなんかもう張り倒したり殴り倒したりしたら、それはそれでこの暴行になっちゃうんだよね、あれですけども。うん、気持ちとしてはね,、うんね、お前の方がうるせえよ、黙れよっていうのはあるんですけども。まあなんかそういうこと言っても、火に油じゃないけど、効、うん、かなそうじゃないですか、この手の矢からは。うん ななんだろうな余裕がないと、まあ、余裕があるないはあんま関係ないかなそういう人なのかね、うんまあ子供そうだなまあ自分ね誰にもほら今いくつの人かねにか関係なくねあ誰になってこのね0歳とか1歳とか手がかかる時期をこのねえうん、うん 経験して、ね、踏んで、うん、経て大人になってくるんだからさ、ね、自分だって何年か前はそうだったんでしょって。うん、っていうのを考えたら、よっぽどなんか、ね、さっき言った通りなんかもり、親は親で、ね、子供もは、ね、この親だからこの子だかなみたいな、なんかそういうデタラメな状況っていうんじゃないんだったら、うん、それはいい子なしじゃないのかなとは思いますけどね。うん まあこれは多分ね人によっていろんな意見があるんじゃないかと思いますけど僕はなんかもうやっぱりこのねこの老害の類として片付けてねたったと警察に突き出した正解だったかなとは思いますけどね、うんえー、今回は以上です。